皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルでも分かる通り J リーグニュースの第31弾について紹介していきたいと思います。まあ今日は特に、まあここ数日の中でも一番移籍情報というところが多くて、自分なりにもどれ取り上げようかというところは迷いましたけど、まあ大きく5つに分けて、今回の J リーグニュース、まあこのサムネの3選手の他に2選手というところをね、紹介していきたいと思いますんで、最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということですね、まず1つ目の J リーグニュースは、松本山雄 FC は鹿島アントラーズに所属し、昨年はですね、ミッドホーリーホックに期限付き移籍をしていた山口和真選手を完全移籍で獲得することが決まりました。山口選手は2018年に阪南大学から鹿島アントラーズに加入すると、2年間でですね、17試合と、まあ、山口選手からしても満足できるぐらいのね、出場機会というところを得られずに、昨年はミッドホーリーホックへの期限付き移籍を決断しました。でそのね、ミッドホーリーホック、期限付き移籍先のね、ミッドホーリーホックでは35試合15得点というね、大ブレイクをするも、シーズン終盤に左膝の大怪我をしてしまって、来季の開幕というところはね、間に合わないことが予測される中で、この松本山雅 FC は完全移籍でのね、獲得オファーをしました。しかしですね、自分の考え的には、ここまで、昨年大ブレイクをした山口選手というのはね、まだ若い選手だし、欲しがるクラブは多いと思いますけど、山口選手の左膝の大怪我っていうのはね、先生命を脅かすぐらいの怪我でもありますし、実際にですね、この怪我をした選手で元のパフォーマンスに戻らない選手はたくさんいると思います。しかしですね、松本山雅の獲得っていうのは個人的には間違ってないのかなと思いますし、山口選手も感謝をね、記事によっては口にしているということもありますので、必ずね、結果で恩返ししてくれるのかなと思います。ひとまずですね、山口選手としても新天地が決まりましたので、一安心できたと思います。怪我を治してですね、サンプルアルインで得点を量産する山口選手っていうところにもね、個人的にも期待していますので、まあ、ひとまずね、怪我を治して頑張ってほしいのかなと思いました。はい、ということですね、続いてのニュースは、題名でも分かる通りアスルクラウの沼津は、中山雅史選手が退団をして、新天地としてですね、中山雅史選手はジュビロ磐田のトップコーチに就任することを発表しました。中山選手は、まあ、今回のこの決断というところでもね、引退というところは明言せずに、コーチとしてですね、トレーニングを自分自身で、続けて今後続けていくということがね、思われます。中山選手は説明するまでもない、ストライカーでもありますし、 J1 リーグで3回優勝したり、天皇杯でも、優勝するなど、数多くのタイトルをね、ジュビロ磐田にもたらしてきました。ジュビロ磐田を2010年にですね、退団をすると、コンソナル札幌で2年間プレーをして、まあ、そこからですね、一度ピッチを離れるものの、2015年に、まあ、今まで所属していたアスルクラウの沼津で現役を復帰を果たしたという形になりました。まあ、実際にですね、アスルクラウの沼津では試合に出場することはなかったものの、確実にね、選手たちに大きな影響を与えたというのは間違いないと思います。これからですね、日本代表などでも活躍した中山選手ですので、古巣ジュビロに、ジュビロ磐田でコーチをするということが決まりましたんで、ジュビロ磐田の J1 復帰に向けて新たなね、刺激が入ると思います。ジュビロ磐田としてもですね、ここ数年 J2 での、まあ、厳しい戦いというところに非常に苦戦していますので、この中山選手がコーチとしてね、指導することによって得点力向上というところがね、増えてくるのかなと思いますので、そちら目指して、来季、まあ、だったり再来年、まあ、来季ね、とりあえず J1 昇格っていうところを達成してほしいのかなと思いますので、期待して見ていきたいと思います。はい、ということですね、続いての J リーグニュースはこちらもね、盛りだくさんのニュースなんですけど、柏レイソルに所属するオルンガ選手がカタールのアルドゥハイルに、中村康介選手がポルトガル一部のポルティモネンセにね、完全移籍することが決まりました。この2選手は先日動画でも上げましたので、まあ、報告程度に紹介させていただきます。オルンガ選手に関しては公式発表をする前にですね、新天地のアルドゥハイルでスタメン出場するというね、まあ、ちょっと珍しい状況にね、自分自身も笑ってしまいましたけど、まあ、このようなね、発表の形という形になりました。中村康介選手もポルティモネンセの新加入選手としてね、まあ、この公式発表の前に載っていましたけど、公式発表の前にね、2選手とも分かっていたことでありますけど、カシャレイソルとするとね、この2選手の対談っていうのはとても大きい対談になってしまったのかなと思います。しかしですね、オルンガ選手としても、今季の得点王と MVP ということでね、代表して、J リーグの代表としてですね、海外で活躍をしてきてほしいと思います。
中村浩介選手としてはですね、柏レイソルの下部組織出身ということもあって、柏レイソルを離れるのは悲しいことであると思いますけど、これからのね、日本代表のゴールマウスを守るっていう上ではね、まあ結構前から噂されていたこの移籍でもありますんで、ようやく海外に旅立ったかというぐらいな感じですので、新天地でのね、スタメン争いっていうところに勝って、まあ今後のね、日本代表というところでも活躍してほしいのかなと思いました。さあ、行くぞ！はい、ということでですね、続いての J リーグニュースは、サムネにも載っていた、エリキ選手の話です。横浜 F マリノスに昨年ですね、パルメイラスから期限付き移籍をしていたエリキ選手が中国のスーパーリーグ、長州アタイ速球クラブというね、まあちょっと難しい名前なんですけど、そちらのクラブに、完全移籍することが決定的となりました。まあ動画でもね、取り上げましたけど、横浜 F マリノスは、今シーズン3億円のエリキ選手をね、買い取るとのことで話がまとまったようにね、まあ個人的にも捉えていて、自分自身もこの移籍というところにはね、ノーマークの話題でしたけど、ここに来て急展開を迎えました。エリキ選手はですね、昨年29試合に出場してチームトップタイトになるね、13ゴールを記録するなど、横浜 F マリノスの得点源として、まあジュニオルサントス選手がね、退団することが決まっていましたので、今季はね、エース候補となることが予測されていました。移籍がね、決定的となっている長春値速球クラブですね、はパルメイラスに対してですね、日本円で約3億1000万円を支払うということがね、分かっていて、まあ、そこの移籍金に関してはですね、横浜F マリノスも変わらない額を提示していますんで、日本での生活に、難がないことを考えますと、給料面での差がかなり現れたのかなと思います。長春値速球クラブはですね、かつて、カシマントラズに所属していたセルジーニョ選手というところが移籍したクラブでもありますので、まあ、とてもね、お金面では裕福なクラブだと思います。急展開を迎えたことで横浜 F マリノスとしても、エウベル選手などはね、この冬に獲得はしたものの、エリキ選手の退団は 大打撃だと思いますし、結果的にね、ジュニオルサントス選手の放出っていうところも痛手になってしまったのかなと思います。正直コロナなどの影響もあって、これからのことを考えますとですね、新たな外国人選手を補強していくっていうのはかなり困難なことだと思います。まあタイトル奪還に向けて妥協できない、そこはね、フォワード陣の補強というのは妥協できない点だと思いますし、J リーグ国内でね、まあ、未だフリーの選手を獲得するのか、まあ、はたまた海外からね、獲得していくのかっていうところは、横浜 F マリノスとしてもね、まあ、この急展開に頭を悩ませている問題だと思いますけど、まあ、今後のね、動向っていうのはかなり、横浜 F マリノスにとってね、注目のポイントだと思いますんで、まあ、新たなね、外国籍選手の報道が出ましたら、そちらね、取り上げていきたいと思います。はい、ということでですね、今日ラストの J リーグニュースを話していきます。ラストは、ビバーレン長崎が川崎ロンターレに所属するカイオセザール選手を完全移籍で獲得しました。カイオセザール選手はですね、2018年の夏にブラジルのトンベンセからですね、川崎ロンターレに移籍するものの、2019年シーズンの途中までで、川崎ロンターレでですね、2試合の出場にとどまってしまい、まあ、そこから新天地ということで長崎へ期限付き移籍をしました。そこからですね、試合にも出場してレンタル移籍を延長して、まあ、昨年、まあ、2020年シーズンですね、は30試合に出場し6ゴールを挙げるなど、まあ、最後までね、昇格争いをしていた長崎のね、立役者として、頑張っていました。来季こそね、J1 を目指す上で、海洋せざる選手の遺留問題というのはね、長崎にとって最大の問題となっていましたけど、川崎ロンタレで言うと、この冬に清水選手を含む、ミッドフィルダーの選手をね、ミッドフィルダーの選手を、複数選手獲得しているってことを考えますと、まあ、個人的におそらく復帰はないのかなと考えていたところで、まあ、この海洋せざる選手の長崎への完全移籍というところは発表になりました。長崎とすると、この冬にですね、前線では、徳良選手だったり、エジガルジュニオ選手を獲得して、海洋せざる選手、まあ、3選手を含むですね、その3選手を目玉の補強として、まあ、他にもですね、複数選手を獲得するなど、来季こそね、J1 昇格に向けてかなりの大補強を行ったのかなと思います。ビファーレン長崎は監督というところは変わりましたけど、選手層だけで見ると J2 屈指のメンバー層を誇るビファーレン長崎ですので、まあ、今季こそは J1 昇格に向けて頑張ってほしいと思いますし、個人的にもね、期待しているクラブの一つですので頑張ってほしいのかなと思いました。はい、ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回はですね、まあ、いろんなニュース、久しぶりに今この移籍情報をたっぷり出ましたんで紹介させていただきました。まあ全部のニュースね、自分的にも衝撃も受けるニュースもありましたし、まあ今回ね、紹介できなかった、移籍情報というところもね、たくさんありますんで、まあそちらもね、自分なりに今後もね、紹介できればいいのかなと思います。まあ、
松本山雅に移籍した山口選手っていうところもそうですし、オルンガ選手だったり、カヨセザル選手、まあ、エリキ選手っていうところもそうですし、中山正史選手っていうのをね、コーチに就任しましたんで、まあ、各自ね、そのところ、追っていって応援していきたいのかなと思いました。まあ、ここからね、何度も動画で言ってますけど、ラストの移籍情報っていうところから出回ってくると思いますんで、個人的にも追っていきたいと思います。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バイ。